作中であまり語られることのなかった第三伝説。第三伝説の見た目はトカゲ、そして太陽のような輝き、散りばめられた惑星。前回の動画ではこのような部分に触れてきました。今回はさらに突飛した説をお話ししていきます。オンジャモどうもサオでございます。第三伝説動画皆さんご覧になったでしょうか。前回は、真面目特化なお話をしました。今回は真面目じゃないの？今回は真面目じゃないというより、よりなんかこっちの方が面白そうだよねみたいな、なんかロマンがあるよねみたいな説を紹介していきます。今回はどんな説なの？それは CM の後。さあ、前回から第三伝説をお話ししてきました。今回の動画から見るとこいつ何言ってんだみたいな感じな角度になってしまうので、ぜひとも前回の動画から見ていただきたいと思っているんですが、今回はどんな説を持ってきたか。第三伝説、地球外生命体説です。意外とこの突飛した説、つまり都市伝説じみた説だとは思うんですが、この強烈な地球外生命体というワードに頼ることによって様々な説を考慮することができる、そんな説になっております。それでは第三伝説を振り返っていきましょう。スカーレットバイオレットブックに描かれる円盤のポロロロロ。さあ、この円盤のポクチクチュン、見た目はトカゲ、そして前回の解説から太陽をモチーフとしたポケモンなのではないか、そんな角度、結構うなずける角度でお話ししてきたんですが、今回注目していきたいのはポケモン世界にある一つの常識、これを当てはめていきます。これはプレイヤーサイドのお話です。次の章に進みます。さあ、みんながポケモン世界の常識何を思い浮かべたでしょうか。目と目があったらポケモン勝負、そんな常識は今作では崩れ去りました。そう、常識というものは日々覆されるものではあるんですが、ポケモン世界では非常に重要視されている隕石というものがあります。こちらのチャンネルでも様々ポケモン世界の隕石についてお話ししてきました。さあ、隕石というものはどういうものだったでしょうか。例えばデオキシスが隕石に付着しポケモン世界にやってきている。もうすでに地球外生命体はポケモン世界には登場しています。そしてレッグーザはメガストーンの力を隕石を捕食することによって獲得していました。そう、メガストーンとは隕石のかけらだった、そんなお話もありますし、無限ダイナは隕石によって飛来しています。これもデオキシスと同様。気になる方はさらにこちらを見てみてください。そう、ポケモン世界にはたびたびというかもうめちゃめちゃ隕石が落ちています。さあ、このめちゃめちゃ隕石が落ちているということから考えて、今作も隕石なのではないか。大体隕石だからね。そうだよな。とポケモン世界のパワーワード、隕石というものは全てを解決する、そんな魔法の言葉なのですが、さあ、パルデア地方に隕石が落ちていたとしたらどこになるでしょうか。これは方円地方のようにルネシティのような形状になるんですが、そう、エリアゼロでございます。そう、エリアゼロのあれは隕石によるものなのではないかというのが今回の説の主軸になってきます。しかしポケモン SV の隕石で考えると、外核がって書いてあったあのスカーレットブックの項目が気になります。そう、そもそも第三伝説自体が落ちてきた隕石のようなものなのではないか。隕石のように卵がパルデア地方に落ちてきた衝撃でクレーターが形成、エリアゼロの形状も V 字のようにだんだん硬化していくと狭まっていく、そんな形状になっているのは隕石の衝突の形跡にも見えますよね。しかもエリアゼロが作られたのって2000年前以上前なんですよね。2000年前からパルデア地方の帝国があそこを開拓するっていうことをやっていたので、いつこのエリアゼロという形状が作られたのかは分かってないんです。かなり古代にこの隕石が衝突していたっていう可能性もあります。その間第三伝説どこ行ってたんだっていうとちょっとよくわかんないところではありますよね。それはさておき、強引に隕石と絡めてまいりました。第三伝説の形状、これらがつながってきます。歴史の改ざんって、歴史の改ざんっていうのはスカーレットブック、バイオレットブックによる矛盾です。これは何度もお話ししてきました。しかし今回お話ししていきたいのは、誰かがヘザーさんに知識を授けているというところ。そう、あれがタイムマシン理論なのだとすると、
誰がタイムマシン理論を教えたのか、そしてそのタイムマシン理論を解読したのはおそらく博士オーリム・フトゥになります。ヘザーさん記憶喪失になっているので、そこで時間軸に何らかのことが起こり、未来や過去と干渉できたとして、オーリム・フトゥからその理論を教わっていたんじゃないか、さあこのタイムマシンの出どころはどこ、みたいなお話がストーリーとしては描かれる可能性があるんですが、これがオーリム・フトゥではなかった場合どうなるでしょうか。地球外生命体、そう地球外生命体、つまり人間より知能を持ち、そのエネルギーを使うことができる、そんなヤバめの生物。さらに地球外生命体と関連付ける項目としては円盤のポケモンと描かれていることですよね。つまり UFO、 フライングソーサー、つまり未確認飛行物体の空飛ぶ円盤です。またヘザーさんの記憶が消されたっていうのも少し異なりますが、宇宙人のアブダクションですよね。これは単純な話なんですが、円盤と聞いてやはり UFO を思い浮かべた方は多いかなと思います。ではそんな地球外生命体は何が目的だったのか、まあ、この説ではタイムマシンを作らせたかった、つまり時間に干渉したかったって感じになるんですよね。さらに言うと、このポケモンがある地球で時間に干渉したかった、その理由はちょっとこの説では分かんないんですけど、ちょっとそれにまつわる別角度の話をしていきます。ではまずミライドンとコライドンってどういう存在だったんでしょうか。まあトカゲで古代と未来のポケモン、まあそれだけなのかみたいな話になるんですけど、今作のテーマはやはり時間というタイムラインがキーになっております。コライドン、ミライドンを生物として見るんではなくて、そのゲーム内にあるテーマとして見るんであれば、古代と未来がテーマになります。そこにつながる一筋の線がタイムラインになります。しかしそれは一筋ではないのかもしれません。というところで、第三伝説はテーマとして表すなら何で表されるのか、ここで役立つのが前回のエリアゼロの図形にある特異点ですよね。つまりコライドンが過去、ミライドンが未来、そして現在が元トカゲ、そしてその現在の広がりだったり特異点を示すポケモンが第三伝説の可能性があります。つまり時間的な矛盾をもたらしたポケモン、そのようなテーマが込められていればって感じですかね。さあトカゲと聞いて都市伝説好きの小賢しいあなたは何を考えたでしょうか。そう、レプテリアン、レプテリアンです。レプテリアンって、レプテリアンっていうのは人型爬虫類って言われるものになります。そしてさらにそのレプテリアンを作ったのはアヌンナキです。アヌンナキというものは宇宙人とされている、まあいろいろな都市伝説界隈で出てくること、つまりアヌンナキの人工生命体こそが第三伝説なのではないかですよね。さあ未だにハテナが浮かんでいる方も多いと思います。ここでシュメール文明について深掘っていきましょう。シュメール文明は紀元年3800年頃栄えたと言われるそんな文明です。しかしこの文明、非常に聡明な文明だったんです。現代文明以上の科学技術を持っていたんじゃないかとも言われています。いきなり発生していきなり栄えたんです。さあこれは誰の仕業なのか。それが神々の仕業、アヌンナキという宇宙人の集団が人類のために何かをしたんじゃないかっていうのが、まあ、シュメール文明に囁かれるそんな噂なんですけれども、知識を授けることもしていたんですね、アヌンナキは。彼らがもたらしたのがこの第三伝説や時間の改ざん技術。つまりこの知識を授けるっていうところで考えると、先ほどのヘザーさんの手記、謎の記憶ですよね。あれは宇宙人たちによる外来的な、人類が到達することができない、そんな知識を授けられ、そしてタイムマシーンにつながっていったのかもしれません。さあ今の説を踏まえてテラスタルはどういうものなのかっていうと、非常に簡単です。地球外から持たされた未知のエネルギー、これで説明がついてしまいます。投げやりすぎ。いやでも結局メガ進化も AZ の最終兵器が関わっていたりするんですけれども、結局地球外の隕石の力だったり、さらに言うと巨大マックス、ダイマックス、この辺も地球外の未知なる力によりガラル粒子がガラルに飛来し地中から吹き出すようになった、そういう風に
結局ポケモンの世界の特殊な力って宇宙が解決することって 100% なんですよね。つまり最初に言ったこの隕石というものは実は宇宙人が高エネルギーの外核に包んで第三伝説を地球に飛来させた名残か、もしくはそれが宇宙船で不時着したみたいな感じになるのかなっていうイメージですかね。そもそも高次元体とされる、まあ人間より知能が高い宇宙人たちって扱えるエネルギーの幅によって変わったりするんですけど、このテラスサルのエネルギー自体は本来ならパルデアの人は利用できてなかったはずのエネルギーなんですよね。あの手記やエリアゼロの矛盾がないとそもそもテラスサルって利用できてないんです。だからこそその要因は地球の外にあるのではないかという話みたいな感じでお話しすることもできるんじゃないかというのが今回の説でした。もちろんガバガバな部分はあるんですけれども、なきにしもあらずというところが伝わればいいかなと思います。で、今回この話をなぜしたかったのかっていうと、なんかポケモンって神話神話神話ってやってきて割とネタ切れてきたのかなっていうところで、こういう都市伝説的な神話、まあ、アヌンナキ神話みたいなところからモチーフを取ってくるんじゃないかなっていうメタ的な考察です。なんか今までの説って非常に突飛に見えると思うんですけど、自分的には納得できるんですよね。モチーフ的な理論からのメタ的な考察。さあ今回の動画は以上になりますが、じゃあ今度はファンタジーな目線から考えるとどうなるでしょうかという部分を次回お話ししていきます。今回チャンネル登録をすると爬虫類のように尖る確率が 3% 上がります。ぜひともチャンネル登録してみてください。それではご視聴ありがとうございました。残念ですがさようなら。